はい、こんにちは。こんにちは。ドリームキックオフ出て、はいはい、まあ夢が叶ったって聞いたんですけど、はい、具体的に何が叶いました？13キロ痩せて。13キロ痩せた。はい、はあ。そして素敵なパートナーと巡り合いました。素敵なパートナー。はい、いいですね、はい。どんなパートナーですか？本当に協力的で、うん、本当に優しくて、うん、本当にもう、私が書いた人、そのままの人でした。どんなところが？本当になんか、何でも素直に話せるし、うん、それを感情をそのまま受け止めてくれて、うん、本当に素敵なパートナーです。いいですね。聞くところによると、なんか海が見える部屋に越した東京にもかかわらず聞いたんですけど、はいはいはい、そう、すごく見晴らしも良くて、はあ、朝日なんか見ると本当にキラキラまぶしくて、海もキラキラ輝いてて、はあ、海から朝日が見える。そうなんです。東京なのに。そうなんですよ。すごいとこですね、はい、幸せですね。はい、でも幸せです。でそういう夢が叶ったということで、はい、もっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、ドリームキックオフ2014に出られたんですけど、はい、なテーマっていうのはどんなのが出てきました？テーマは、うん、家族を家族を作るための楽しい準備期間っていうのでテーマを設定しました、うん、家族を作るための楽しい準備期間、はい、どうしてそんなテーマが出てきたんですか？そう、2013年に、うん、過去最高の体重を経験して、うん、そうなんだ。ちょっとこれはって思つつも、うん、でもこれをもっと私が綺麗になって、うん、そうすると素敵なパートナーも見てくれるかなと思って、うん、そのまず最初に痩せよう、うん、ダイエットして綺麗になろうっていうのをちょっと決めました、うん、なるほどね。まあドリームキックオフでは、その次の年何をしたいか見つけるためにこそ前の年振り返るんですけど、それで2013年振り返ったら、はい、過去最高の大事だった、はい、なるほど、はい、他に2013年振り返って、まあ良かったことでも、はい、大変だったことでもなんかないですか？良かったことは、うん、仕事でいろんな業務を経験できたことが良かったんですけど、うんうん、その分やるタスクが多すぎて、うん、本当にちょっと頼れる人もちょっと中にいなかったので、うん、一人で抱え込んでしまって、うん、本当にちょっと爆発しちゃって、うん、ちょっとコミュニケーションとかもちょっとうまくいかなくなった時期はありました、ね、うん、で他に何かありました？2013年。そうですね、うん、まあ、過去最高の体重だったり、はい、ちょっとタスクが多すぎて爆発しちゃったり、はいはい、他にいいことでも大変なことでもないですか？そうですね、相変わらずパートナーがいなかったので、うん、来年こそのドリームキックオフでは言いたいなっていうのはちょっとあったので、それはとても中には秘めてました、ね、なるほどね、はい、なんかいいことはなかったですか？そうですね、そこにない感じ。はい、じゃあ結構大変な、はい、じゃあ一言で言うとどんな2013年だったんですか？濃密な2013年。濃密っていうとどういう意味ですか？はい、仕事も、うん、もう結構タスクも多かったので、うん、いっぱいだったのと、うん、とプライベートでもなんか、うん、あれもしたいこれもしたいって思いながらも、うん、ちょっとうまくできたりできなかったりもたくさんあったので、うん、その中で一つずつ階段を登って成長できてるなっていうのは実感はあります。なるほどね。濃密だった2013年、はい、だったからこそ、はい、どんな2014年にしたいか、はい、ちょうどセミナーではね、はい、この2015年の元旦をどんな気持ちで迎えたいかっていう風にやっていったんですけど、はい、どんな1年後の元旦を迎えたいって出てきました。2015年の元旦は、うん、本当に確実に階段登ったなっていうのがなんかちゃんと分かるようなのがあったらよかったなと思って、うん、どんな気持ちで迎えたいと思いました？セミナーが、そうですね、2015年の本当にこれも私の幸せだなっていうのもあったり、でも何かまたもう一つ、去年頑張ったから今年も頑張ろうみたいなやる気もみなぎってるような感じをイメージしました。そして振り返ってみて、はい、どんな出来事があったらよかったってイメージしました？一つは勉強も、うん、あとお金の管理がちょっとうまくできなかったので、うん、お金の管理もしたいなっていうのと、うん、あとパートナーと綺麗になって、ダイエットして綺麗になること。なるほど。そして一言で言うと、どんな2014年とテーマ設定しました？
家族を作るための楽しい準備期間です。家族を作るための楽しい準備期間、はい、まあそういうふうにテーマを設定して、はい、具体的に踏み出したアクションとかありますか？そうですね、うん、お友達と、うん、あの恋愛に、うん、よく聞くという神社に行きました。なるほど、神社行ったりとか、はい、あとはそうですね、あとは本当にあとお洋服を、うん、多分私の好きな人はこういうお洋服が好きであろうっていうのに衣装をどんどん変えていったりとか、変えていったりとか、メイクも少しずつ あんまりしない方だったんですけど、できるだけするようにして、あとはあとは明るいお話をするとか、うん、自分ができていることとかを話したり、うん、あといつも笑顔でいるように心がけました、うん、そしたら何が来ました、はい、素晴らしいパートナーと巡り合いましたね。最初出会った時こうどんな気持ちでした？そうですね、あまり意識してなかった人だったんですけれども、うん、仲良くなるにつれ、うん、本当にあこの人と過ごせたら本当に幸せだろうなっていうのは感じながら見ました、うんうん、なるほど。そして13キロ、はい、ダイエット成功したってことですけど、はい、まあ13キロって聞くと結構簡単じゃなさそうなんですけど、はい、これはなんでこれやることができたんですかね？そうですね、めげずにモチベーション持って、一つは楽しかったっていうのが、楽しかった、はい、どんどん痩せることもすごい楽しくて、うん、でもくじけそうになった時は仲間とかに相談しながら、うん、うまくできないんだけど、うん、って言いながら、うん、じゃあ楽しくご飯をでも玄米食とかその有機野菜とかっていうものを取るようにして、うん、ご飯を食べることも楽しみましょう、うん、でも痩せることも、うん、楽しみましょうっていう感じで一緒に頑張りました、うん、そして今13キロ痩せてみてどんな気分ですか？はい、本当になんかその世界が変わって、ね、周りからやっぱ綺麗だねとかまた痩せたって言われるのがやっぱり一番嬉しいですね。いいですね、はい、じゃあもしこれを見てる人に何かメッセージあるとしたら、はい、なんか一言ドリームキックオフに関して、はいはい、ドリームキックオフに出るとやっぱり夢を宣言するから、うん、とてもやりたいっていう気持ちにもなって、それが楽しくできるので、うん、本当にドリームキックオフ出るとおすすめです。はい、ぜひ、はい、この次の年ですね、2015年を本当にいい年にするためにこそ、ぜひぜひあなたの大事な人と一緒になってみんなでワイワイしながら楽しく夢叶えていただければと思います。はい、待ってます。